皆さん知ってました？992回だって。992回ですよ。あと8回。早いですね。9並びまであと7回。うわぁ、すごいな。いかがなクリスマスイブを過ごされましたでしょうか。クリスマス当日でございます。はい。草薙の誕生日ん、あ、そうなんですか。だっけ、あれ24日だっけ、あいつどっちだっけ。まあでもとりあえずクリスマスにかかってるんですね。うん、クリスマスは草薙の誕生日だった気がする。あ、そうなんですね。あ、おめでとうございます。ちなみに私の前日が、はい、あの赤木の誕生日なんだよな。固まってますね、なんかそこら辺に。明日は私の誕生日っていう風に、はい、現世の誕生日っていう前に赤木の誕生日ですっていう。今日は赤木の誕生日です。消されてしまうんで。あ、なるほど。困るんだよ、あんまりそういうビッグイベントのところの近くに誕生日がもう固められると。まあ一応10日可能の誕生日でもあるんで。1月生まれって多いよね。多いですね、この世界本当に。参りましょう。2ヶ月過ぎ。さて、手書きが生きるというふうな話になりまして、はい、うん、どうしようかな。なんとなく黒崎っていうふうに言っちゃったんだけど、あ、でもな、一枚ずつだとなんかな、苦行を与えたって気がしないからやっぱ5枚くらい同じように書いてほしいな。まあそうですね、うん、そうですね。まあいいや、これちょっと考えよう。ちょっと考えよう。ナッチョンブリゲスさん、はい、普通のお便りで、ありがとうございます。元帥真島少々スタッフの皆さんこんばんは。はい、そう、少々なったんだ。はい、ついに12月18日にメジャーデビュー DVD が出るんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。 CD も出ます。はい、出ました。はい、とか書きながら DVD 化の話なんてすっかり忘れておりました。マーズ式典の陰に隠れながらしっかり進行していたのですね。うん、進行してたんですよ、本当に。元帥をはじめリッターやスタッフの皆様の働きっぷりには感服いたします。帝国サンタの少し早いクリスマスプレゼント、存分に楽しませていただきます。そういえば先日の放送で合唱曲の話をされてましたが、しましたかね。最近番組内でよく真島少々、真島牛、真島牛と言ってるのを聞き、昔真島牛っていう合唱曲があった気がする。いやいやいや、真島牛って合唱曲そんなないでしょ。思い出し調べてみました。正解、田島牛でした。ちょ、合唱曲でしょ。そうですね、合唱曲ですね。合唱曲に田島牛っていうのがある。え、もう、ほんと歌で、合唱曲に、合唱曲に立つ。そうですね、はい、私は歌っていないのですが、嫌がる子、嫌がる子牛を牛市に連れて行くのは誰だという歌詞が衝撃的で頭に来る。そう、なんかドナドナみたいな感じ。まあそうだね、ですね。でもドナドナとはかなり違うよね。まあ確かに。かわいそうな子牛ではないよこれ。ああ、まあそうですね。嫌がる子牛を牛市に連れて行くのは誰だ。どんな身内か。バーンですね、確かに。いや、お前が、お前がで、踊り始めちゃうみたいな。田島牛は連れて行かないようにお気をつけて。これもうちょっと情報欲しいの。田島牛っていう合唱曲があるのね。あるってことなんですよね。あるんだ。田島牛。田島の地方の方には。え、田島の地方と。ある、ある、なるんじゃないですか。こんな感じです。スタッフ早見つけるの早っ。嫌がる子牛を連れていくのは誰だ。これちょっと聞いてみたいですね。本当にね。そんな歌、初めて聞いた。まあ牛が、うん、そうか。でもそういう、確かに分かんない曲ってあるもんね。まあ、確かにありますね。うんうんうん、その地域地域で、あの、よく歌われる曲っていうのはやっぱ偏りがありますよね。そうなのかもな。うん、なんていうのかな、その
まあ、人間ってそれは成長すればすればするほど世界というのは大きくなっていくので、はいはいはい、でも小さい時っていうのはさ、概念がさ、はい、学区ぐらいしかないわけです。そうですね、そうですね、はい、その遊ぶ範囲とか、はい、その生活範囲っていう、はい、例えばじゃあ名古屋市としましょうか、はい、名古屋にはこんなことがあってねっていうふうに言われても、名古屋っていうもの自体、まあ、いるんだけど、名古屋の中なんだけど、の中心地から考えるとさ、なんていうのかな、ピンとこないっていうか、すごい都会のこと言われてるみたいな。同じ名古屋の中にいたとしてもだよ、はい、その区がちょっと違うだけで、はいはいはい、なんかなんていうのかな、だから信長がとか家康が実は岡崎でって言われても、まあそれが多分東京でとか、仙台でって言われてるとあんま感覚変わらないんだよ、はあはあはあ、京都市だっていうふうに言われても、はいはいはい、世界が狭すぎるから、はい、っていうのってあるよねっていう、後々で分かることばっかりだよなっていう。それはありますね、確かに。確かに今思ったんですけど、はい、これ手書きでお届けしようっていう、だから今なんていうのかな、これをまた信長の話で言うならば、城をね、ここに城を変えようっていうふうに言ったときに、そこの清須からここへ城を変えようっていうふうにしたときに、そこものすごい田舎だからみんな行きたくなかった、はいはいはい、もうこれなんとか心変わりしてくれないかなっていうときに、ちょっと違う、もうちょっと近いここにしようかなっていうふうにポツッと言ったときに、いやそこにしましょうって感じでそこで決まったんだけれど、もともと信長としてはここにしたかったんだよ。だけどここにするってなると、いや清須の方が便利だから町に近いし、はい、そこは嫌だっていう話が出るだろうから、わざとここを絶対行かないようなところをここにせんと行くぞっていうふうに、あーなるほど、でここっていうふうにちょっとこっちにしようかなって言った瞬間に、もうそこで手を打ってもらおうっていう話をここでいいところにしましょうっていうふうになった、へーという故事があるように、あーなるほど、だから逆に言うと今のやつも最初はこの漏れた5人の人もさ、はい、最初はもしかしたら柿が来るのかもしれない、貝が来るのかもしれない、鍋セットが来るのかもしれない、はい、何が来るか分かんないけど、はい、なんかすごくいいものがもらえる、5人に選ばれたのかもしれないし、はい、その翌日にはいきなり誰かが来るのかもしれない、いきなり訪問されて玄関先でなんかいろいろと言われるのかもしれない。そんな、もうそんな状態になって、今手書きのが行きますって言った時、それにしてくださいって。それにしてください。あーなるほど、手書きはもう手書きのハガキもそれでいきましょう。そういう手法が取られてたんですね、今そうだと思います、僕の中で。素晴らしい、最初から手書きのハガキがいくことになってたんです。いろんな方向に振っといて、はいはい、で最終的に手書きのハガキがいくよっていうことで、あーなんだよ手書きかよっていうふうにならないように、いろんなところに振って、そこでどうか。あなるほど、そこでどうか手を打ってくださいと。おー、そうなったと思うので、すごい。じゃあ黒崎に4枚書か、じゃあ黒崎書かせといて、はいはい、これ全部国名に書かせといて、1個だけ轟の絵でしよう。轟に書かせてみよう。あーなるほど、1個の轟が大当たりだね。そうですね、轟が1名様に、黒崎が4名様に。いきます。いやよろしくお願いいたします。はい、ワイダー元帥こと楠本修正と、まあ修こと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。